フローラ、アニースチール作、アーサー・ラッカムがイングリッシュ・フェアリー・テイルズの写真3、ビキのクマ、または、ゴルディロックスと3匹のクマは、イギリスの有名な童話である。1837年、ロバート・サウジーが3分で表したことで広く、知られるようになったが、さらに古い原作に基づいている、可能性がある。ゴルディロックスという、小さな女の子が3匹のクマに出くわす物語である。 ゴルディロックスとは、金髪という意味で、ゴールド、金ロック、神からできた名前。元の話では、女の子は、老婆として描かれており、意地の悪い老婆によって部屋を荒らされるという、内容であったが、時が経つにつれて子供へのしつけやマナーを教える、作品へと移行していき、少女へと設定が変わっていった。1927年発行の童話名作集に、 描かれた一場面森の中に三匹の熊が住んでいた。一匹は小さく、もう一匹は中くらい、あとの一匹は大きな熊だった。三匹はそれぞれ自分のと同じ大きさのお椀と椅子、ベッドを持っていた。ある朝、三匹は朝食のおかをお椀に寄いおかゆが冷めるまで散歩に出かけた。ところが、その留守に一人の女の子が熊の家にやってくる。 誰もいないので入ってみると、テーブルの上にお粥のお椀が置いてあった。大きなお椀のお粥は熱すぎる。中くらいお椀のお粥は冷たすぎる。小さなお椀のお粥はちょうどいいので全部飲んでしまう。女の子は疲れていたので椅子に座ろうとした。大きな椅子は硬すぎる。中くらいの椅子はクッションが柔らかすぎる。小さな椅子はちょうどいいので座ったが、 椅子の底が抜けてしまった。眠たくなったので、寝室に行ってみると三つのベッドがあった。大きなベッドは頭が大きすぎる。中くらいのは足が高すぎる。小さいのはちょうどいいので、そこで寝てしまう。その後、三匹の熊が戻ってきて、小さなお椀のおかゆは食べられ、椅子には座った跡があり、小さな椅子は底が抜かれていて、ベッドには寝た跡があり、小さなベッドには、 女の子が寝ているのを発見する。目を覚ました女の子はクマに驚き、慌てて家から逃げていった。日本では、リフトルストイによる本案がよく、知られている。ありがとうございます。